県の自転車道。こんにちは、避難サイクリングチームの県です。毎回自転車のためになることを紹介する県の自転車道。今回は秋木駅前のいなべサイクルターミナルを紹介します。いなべサイクルターミナルを運営するいなべ市の田中さんです。はい、田中さん、はい、この施設について紹介してもらえますか。はい、ここはですね、今年の5月にオープンしまして、レンタサイクルやサイクリングのガイドツアー、あとはツアーオブジャパンのいなべステージであったり、避難サイクリングチームのアンテナショップ、あとは普段いらっしゃるサイクリストの方の休憩施設として運営しています。ここには様々な自転車がありますが、はい、この自転車ですけども、はい、電動がついている E バイクです。この自転車と、はい、いなべ市の厳しいアップダウンも、はい、楽々楽しくサイクリングができる。やっぱりそのガイドでこういうのを使ってもらってて、そうですね、はい、この電動アシスト付きの E バイクだと倉掛峠を登って市内を一周して70キロぐらいも楽々走れます。はい、70キロも走れるんですね。しっかりパワーのあるアシストをしてくるので、女性の方でも楽しくサイクリングをできます。そうなんですね。中西さん、この E バイクを使ってどういうガイドツアーをされてるんですか。例えば外国の方が来られた時には、市内にある神社や伝統的な仏閣を回っています。はい、そうなんですね。外国の方はそういう神社や仏閣を見てどういうふうに感想を言ってますか。わー、ビューティフォーって言ってます。ビューティフォー、はい、そうなんですね。ということは、その外国の方から見るものだけじゃなくて、まあ、いなべの方から見ても、あの、新しいまたいなべの魅力を発見できるということですね。レンタルの利用時間は午前8時30分から午後5時30分までです。営業日は不定休ですので、いなべサイクルターミナルと検索していただくか、お電話でお問い合わせください。それでは皆さん、いなべサイクルターミナルでお待ちしてます。